太郎ちゃんとこの子と3人この我が家で過ごせる。私はそれで十分幸せだから。お母さんにあげる。ありがとう、さくら。お母さんがさくらのほっぺ触るみたいに優しく、うん、上手上手。時代がそっぽ向いてらどっちかくどっちだって。いや今だね、受けられない。いつだって落ち込んだ。なんでだ、なんで。おー、危ねえ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 。おー、キスをしようとするとなぜあんなにタイミングよく現れるんだ。俺の目の黒いうちは不純異性行為を禁止。俺だって幸子が死んでから10年以上もしてるんだ。若造が10年早いんだよ。だったら10年も傷してないの。してない。じゃあ私がしてあげる。お父さんが再婚しちゃうかもしれない。さくらに関係なくない。なくない、娘だから。はい、お父さん、そっとしといてもらえるかな。男のことで友達と喧嘩だと本当最悪だから。さくらを取らないでください。なんだ。あっ。